お墓御殿ニュースの時間です。全国的にカスハラが原因で閉店する店が続出する中、今度は銀座天ぷら店で悪質なカスハラが発生し炎上しています。顧客が企業などに対して理不尽なクレームや言動をすることを指すカスタマーハラスメント。昨今ではカスハラが社会問題と化し、東京都は年内に条例の制定を目指すことを発表。さらに厚生労働省も企業向けに対策マニュアルを配布し、法改正を検討すると公にしました。厚生労働省の調べでは、発生件数こそパワハラやセクハラに劣るものの、各種ハラスメントのうちカスハラのみ増加傾向にあるというデータが出ています。その影響からか SNS 上でもたびたび話題になっており、6月頭には吉野家で店員を怒鳴りつける男性のカスハラ動画が炎上。また昨日6月10日には銀座天ぷら店で店員に土下座を強要する動画が拡散されました。その動画がこちらになります。どうやら店員が会計を間違えたことに激高している様子ですが、行き過ぎた要求にネット民からは、土下座を強要するのは犯罪ですよ、こいつ逮捕でいい、酒に酔ってるは通用しない、など批判の声が寄せられました。余談にはなりますが、カスハラを行う人間の特徴について、企業の危機管理を支援する株式会社 SP ネットワークの調査によれば、 81.1% が男性、そのうち 40.6% の約半数が50歳代であるということが判明しています。この年代の男性がカスハラを行う理由について、産業別労働組合 UA 前線の佐藤浩太流通部門執行役員は、この世代の方たちは一生懸命仕事してここまで顧客に対してサービスをしてきた、など自分が苦労したと考えている人が多い。彼らが求めるサービスよりも下の場合は、それが納得いかない気持ちになるのではないかと分析しています。一言でまとめるのであれば、時代錯誤をしてしまっているということでしょう。さて、そんなカスハラ問題ですが、その被害に遭った店が閉店に追い込まれるというケースが相次いでおり、東京中野区のラーメン屋一軒目では、些細なことから客とトラブルになり、香辛料や爪楊枝500本を丼に入れられるなどの被害に。さらに客はエスカレートしていったようで、店長によれば鬼のような電話が入るようになったんです。殺すぞ、火をつけるぞ、だとか言ってきて、などと脅迫をされるようになり、閉店を余儀なくされたということです。また神奈川県の老舗銭湯亀の湯もカスハラが原因で閉店したと公表しました。この事態にネット民からは、カスハラって想像を絶するほど精神的苦痛を受けるからな、俺が被害に遭った時は数日間、あの時ああ言い返してればって怒りが収まらなかったもん。ご飯食べるだけの飲食店でどうやったら鬼電して火をつけるぞとかいう状況に発展するの、などの意見が寄せられました。カスハラが原因で閉店したと聞くと大げさのようにも感じてしまいますが、過去にはカスハラが原因で殺人事件に発展した事例もあり、2004年には牛丼屋で購入した弁当が横になっていたという理由から、客がカスハラを長期的に繰り返し我慢の限界を迎えた店長が客を殺害するという事件が発生。2022年には訪問診療医の処置に不満を持った客が散弾銃で医師を殺害。またカスハラが原因ではありませんが、6月10日大分日田市のイオンで発生した高齢女性殺害事件の犯人も日常的にカスハラを行っていると近所では有名だったそうです。これらのようなケースもあることから、精神的苦痛や金銭的被害、生命の危険を感じ閉店を余儀なくされる店舗が増えているのでしょう。東京都や厚生労働省は対策案を出していると冒頭に紹介しましたが、罰則なしの条例などになるそうで、その効果に過度の期待を寄せるのは危険かもしれません。それよりもパワハラ件数を減らした時のように、社会全体で時代錯誤のカスハラは許さないという風潮を作り上げていくことが重要なのかもしれません。ニュースは以上になります。もうカスハラ案件多すぎて、逆にクソ客に毅然と対応する店員の方が称賛される説。そんなことより、どいつもこいつもしょうもないことで、よくもまあこんなにキレられるな。墓ずきんちゃんだって24時間365日誰かにキレ散らかしてるじゃんか。本物の土下座の仕方教えてやるわ。出たー、天下の宝刀焼き土下座って、あんたカイジ好きすぎやろ。空に輝く星を見上げ